どうも、Kチャンネルです。今日はね、中望遠レンズでゆとりというふうにね、出してお送りします。これもね、ウェブ初の塾の9月のお題になります。前回もね、中望遠レンズで切り取りっていうのでちょっと解説しましたけど、まあその流れにね、通じるような感じになっております。で、ウェブ初の塾もね、新しい方も入っていただいて、結構ね、その人数はね、多くないんですけど、盛り上がっておりますので、ご興味ある方はぜひね、一応佐々木啓太の方に、まあ、ご連絡、メッセージなどね、入れていただければと思っております。メーカーとか問いませんから。まあ、スマホはちょっと、例えば今回みたいな中望遠レンズっていうとね、スマホではやりにくいですから、まあ、カメラを持ってる方が、無難というか、カメラ持ってる方が、デジタルカメラね、持ってる方がいいかな、そんな風に思っております。で、中望遠レンズってどんなレンズ言ってるかっていうと、35mm 換算で、70mm から 150mm 相当のね、画角のレンズのことを中望遠レンズという風に、まあ私は、考えています。で、今回使ったのは、SMC のね、ペンタックス FA50mm F1.4 クラシックっていう、なんていうんですか、虹色フレアはって出ますよって、それが話題のね、レンズなんですけど、まあ今回はちょっとね、普通にモノクロで使っています。で、カメラの方も、いつも使ってる K3 Mark III モノクロームじゃなくて、K3 Mark III の方でございます。で、モノトーンの設定にして、今回は使いました。そのような感じでね、切り取りみたいなのが、まあ、得意なレンズではあるんですけど、それでゆとりという表現をね、やっていただくのが、まあ、この9月のお題になります。で、お題を撮影するときはね、できたらプロフェッショナルモードを使ってくださいというふうなお話もしています。プロフェッショナルモードって何か、プログラムオートプラス ISO 感度オートになります。プログラムオートにして、 ISO 感度オートにしていれば、まあ、大体その光の条件に合わせてカメラが決めてくれるので、まあ、失敗はないですよ。被写体にね、集中しやすいんですよね。被写体に集中、自分がどの感じで撮るかというのをね、被写体に集中して、撮っていただければいいかな。そんな風に考えております。まあ、切り取りのね、狙い方、こういう風にちょっとアップにしましたけど、切り取りの狙い方で撮ると、まあ、こういう前後のね、ボケの感じ、これプログラムオートで撮ってますから、絞りあんまり、このレンズ絞り開くんですけど、絞り気にせずそのまま撮ってるんですけど、そうするとタイミングが集中しやすいじゃないですか。このね、歩いてる人のタイミングには集中しやすいから。そんな風に考えてます。で、前後に、まあ、ボケが出て感じられるっていうような感じでございます。まあ、ちょっとね、引き気味、ゆとりっていうのはこんな感じで周りの雰囲気を入れましょうっていう感じなんですけど、まあそんな感じで撮ると、まあ、全体的にパンフォーカスと全部ピントが合ったような、まあ中望遠レンズですから、多少ね、やっぱり前、これ止まれのレのところにピントを合わせているんですけど、そうすると、まあ歩いてる人とかちょっとね、よく見れば当然、ちょっと、ボケてる感じにはなってる。完全なパンフォーカスにはね、当然中望遠レンズですからなりづらいんですが、まあ、割合こう、ゆとりの狙い方すると、全体的にピントが合った風な雰囲気にはなりやすいっていうことは言えると思います。で、改めて切り取りとゆとりっていうのはね、まあ前回切り取りの時もちょっと紹介しましたけど、切り取りっていうのはやっぱり一部を抽出してくるような感じですね。ですから中望遠レンズでは普通に、まあオーソドックスにやる撮り方かなと思います。ですからちょうど下のね、左の方がそんな感じ、切り取りの印象で撮って、で、同じものをほぼ同じ場所からゆとりの印象で撮るとこういう感じ。これ何したかっていうと、しゃがんだんですよ。しゃがんで背景の映り込みを大きくしたり、ちょっと下がったかな、ちょっと下がってるかな、ちょっとさ、斜めになってるかもしれないんですけど、ほぼ同じような場所でもこうやって自分が動くこと、自分がアングルを変えてあげることで画面の中の印象変わりますね。ちょっと大きくしてみましょう。これ切り取りの感じだと、かなりね、この中の、お店の中のディスプレイみたいなものを外からね、窓越しで撮ったんですけど、まあ、そこがちょっと浮き上がってる感じで、映り込みなんかも結構ボケが強くなってますね。で、これちょっとしゃがんで、まあ、下から撮ってる感じだと、全体のこう、お店の窓がある雰囲気がね、出てきますよね。まあ、そういうのを、まあ、僕はゆとりと、まあ、呼んでるので、そういう撮り方をね、ぜひ、していただけるといいかな、そんな風に思っております。まあ、このゆとりがですね、八の塾最大の難関ではありますけど、まあ、こんな感じでちょっと引くっていう、まあ、引くっていう感覚の方がいいんですけど、引くと散漫になっちゃったりするのでね、その辺の違いは微妙ですけど、でポイントとしてはね、距離と余裕っていうことを考えていただければいい。まあ、基本的には遠くのものをね、まず狙って、遠くのものを意識してみるっていうことが、まあこのゆとりの狙いだったりするんですね。で、構図に余裕を持たせてください。で、散漫になるのは NG ですよって。それが難しいよね。構図、
に余裕を持たせながら3万になっちゃいけないんですよっていうのは、まあちょっと難しかったね、下の感じになっていますが、まあちょっと大きく見ていきましょうね。これはまあ20メートルぐらい先の横断歩道を渡っている人を撮りました。まあこんな感じ、中望遠レンズで撮っても、この離れたものを撮ると、ちょっと全体的にね、街の雰囲気入ってきますね。でもまあ、道路の向こう側をね、撮ってるんですけど、ちょっとポイントが絞りきれないっていうかね、散漫な感じしますよね。散漫な感じしますので、逆に手前に目立ったものがね、画面の手前の方に目立ったものがここで入ってきてしまうと、ちょっとゆとりじゃなくなるのかなっていうのはあったりします。はい、でまあこんな感じ、自転車並んでるのを撮ってるんですけど、その周りをこう入れる、ね、ちょっと周りを足しといてあげるっていうのが、このゆとりの発想になります。こういう感じね、こういう感じでいいんですよ。これ切り取りじゃないのかって言われると、まあ確かに切り取りなんだけど、ちょっと周り入れてるじゃない。切り取りだったら窓だけでいいわけですよ。だからこれもなんか車間で撮ってたりするんですね。で、まあこれ人も離れているし、人も離れているので、手前、画面の手前からの距離感出てきますよね。で、さらに距離感出てるのは実はこれしゃがんでるんですよ。しゃがんで、しっかり自分が狙いを合わせて撮ってる。だから気持ちにもゆとりが出てくると、まあゆとりの写真撮りやすいのかな。そんな風に思って、焦ってね、撮らないようにね、していただければいいかな。そんな風に思っております。だからこういう風にちょっと変化をね、つけてあげる、撮ってあげるっていうところのね、こう、普段見ない目線ですよね。普段自分がね、見つけないで、確かに写真ですから近づいてグッと寄ってね、ぼかしてっていうのも、まあこれ一つね、普段見ない視線にはなるんですけど、なんとなくこう、ぼっと眺めた感じの中でも、ちょっと変化が感じられるようにね、撮っていただけるといいかな。これはね、実は電話ボックス越しに撮ったんです。電話ボックスです。だから、ちょっと映り込みみたいな感じにね、入って、不思議な感じになっているっていう一枚になります。はい。そうは言ってもね、諦めも必要っていうふうに書いたんですけど、ゆとりで撮れない条件ってあるんですよ、やっぱり。で、そこを頑張って無理するよりは、次を探してください。他のものを探してくださいって。まあこれね、新宿にありますね、こういうビルあるじゃないですか。で、どちらも切り取りね、切り取り。で、これは、ここを切ったのはこっち。この写真ね、この写真はちゃんと切り取って、まあちょっと斜めにしたりとかして、アクセントつけたりしてるんですけど、じゃこれをね、どうやったらゆとりになるかなって、ちょっとふと考えて、ちょっと離れてみたりとか、後ろに下がると今度ね、この木でね、このビル隠れちゃいますから、隠れちゃいますから、下がる方がゆとり取りやすいじゃないですか。周り入れやすいんですね。ゆとり取りやすいんですけど、この木で隠れてしまうので、じゃあこの街灯の、このボールみたいなのを、隠すためにちょっと前に出て、どうにか広い感じ、ゆとりな感じにならないかなっていろいろやったんですけど、やっぱり中途半端ね、中途半端。なので、まあ無理な時は無理。で、諦めていただいて、次を探していただく方がいいと思います。まあこんな感じでちょっと2枚で比較してますけど、左は切り取って、まあ人もちょっとね、背景にボケたりして、ちょっと面白い感じにはなってると思うんですよ。まあオーソドックスな感じですよね。中望遠で撮るっていうのが感じ。じゃあここの部分をゆとりで見せるとどうなるかって言って、ちょっと離れてみたんですけど、面白くないよね。面白くない。なので、まあ、こういう時、頑張って、ここをどうゆとりにするかっていうのを考えるんじゃなくて、ゆとりに取れる場所を探してくださいっていうのが、まあ、一番のポイントかもしれないですね。はい。じゃあ、まとめになります。自分なりのゆとりをね、見つけてください。ですからね、無理しなくていいです。一生懸命やる、一つのところでね、集中して取るのも大事なんですけど、次に目を向け、ね、いろんなところに目を向けて、ゆとりを探していただければ良いと思います。ウェブ八の塾スタンダード2024というのね、9月のお題が今回の中望遠レンズでゆとりという風になりますから、これは滅多にね、他のところでやらないお題だと思いますので、ぜひ皆様のね、チャレンジお待ちしております。じゃあ今日この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。